きチャンネル。今日告知があります。明日8月4日火曜日、日本ハム対西武戦を BS、テレ東でですね、さぞき副音声の解説をするんですけども、そこをですね、このさぞきチャンネル YouTube ライブとして初の試みでですね、テレビ東京とタッグを組んでですね、その副音声、テレビでも流れますけども、このさぞきチャンネル YouTube ライブででもですね、袴田さんをパートナーに迎えてですね、袴田さんとさぞきで2人でこの日本ハム対西武戦の副音声をさぞきチャンネルで YouTube ライブで流します。初の試みです。ぜひ皆さん、明日ですね、チェックしてください。よろしく。さあ、毎週月曜日ということで、プロ野球3連戦総チェック7月31日、8月1日と8月にとうとう入ってきましたけども、やり始めてもう1ヶ月半経ちますけど、皆さんどうですか？もうそろそろ飽きてきましたか？自分のチームが劣勢になったら見にくくなってきましたか？負けてても勝ってても必ず見てくださいね。月曜日試合ないですからね。これを見て負けてるチームは反省して火曜日からの戦いに挑むと、勝ってるチームはいい気分で見てまた火曜日に挑むと、勝ってても負けててもね、ぜひ見ていただきたいと思います。一人プロ野球ニュース。さあ、ということで今回セ・リーグから阪神対 DeNA 31日3対3引き分け、そして8月1日3対7 DeNA、 そして8月2日昨日3対1で阪神ということで、まあ、この3連戦は1勝1敗1分け、タイガースは先週2勝3敗1分けと借金1、 DeNA は3勝2敗1分けと貯金1ということでね、1週間がね終わりましたけども、まあ、まず振り返って、金曜日3対3の引き分けということでね、 DeNA は、上茶谷が好投しましたけども、6回ね、5安打6三振、2四球3失点というところでね、まあ、前回ですね、ストレート比率が少ないという話をしましたけども、まあ、前回ね、ピッチャー以外の打者に対して84球投げて16球ストレート 19% とね、前回24日登板はね、行われましたけども、今回は88球投げてストレート31球ということで、35% とね、ストレートの比率が上がったというところで、いいね、ピッチング結びついたんじゃないのかなと。やっぱこのね、35% ぐらいはね、いくら変化球、多く投げると言っても 35% ぐらいは投げていきたいなっていうところでね、そういった改善点が見られたのは非常に良かったなと思いますね。まあ、梅野ね、ホームラン打たれましたけども、カットボールがね、抜けてちょっと甘めに入ったかなっていうところでしたけどね、まあ、全体的には本当にいいピッチングだったかなと。特に初回糸井、インコースのカットボールファール、インコースストレートボール、そしてアウトコースのカットボールファールで、インコースのストレートボール、外のチェンジアップボール、で、そしてインコースのストレートズバッと見逃し三振というね、これぐらいストレートも使いながら変化球を混ぜていくと、やはりなかなか対応しづらいと。あと、まあ6回、西1、2塁でね、木浪に対して、外スラでボール、フォークでボールということで、ここから2ボールからね、でもここから粘り強く、外のストレート、空振り、ストレート、見逃し、で、外のストレートを2球連続してファール、ファール、で、フォークボール、ファールで、インコースのストレート、ボール使って、今度はそのストレートからカットボールを使って、三振、スイングね。空振りの三振ということで、見事にね、その前のストレートが生きたなっていうところとね、まあ、ストレートの強さを見せながら変化球を投げていくっていうところでね、特にこの2人の打者に対しての投球内容、非常に良かったなと思いますね。そして、打者がね、DeNA 場合、大和、一四一二塁、10回ですよ。同点のセカンドランナー、倉本、バッと。まあ、サンズがね、後方への飛球を下がりながら、ナイスプレー、サンズ守備グッズ。ナイスプレー見せましたけども、あれを飛び出しちゃダメ。ね。仮にあれ抜けても、セカンドから楽勝で悠々帰ってこれるんだから、そんな慌てて走っていく必要もなかったし、レフトオーバーすればね、もう黙っててもホームに帰ってこれるわけですから、なぜ飛び出したね。あの後期を、あのプレーで潰したっていうところはね、もったいなかったなと。でもいいプレーもありました。7回、1四、1、2塁、打者梶谷の時に、ワンバウンド、梅野ね、ブロッキング、ね、その悪くなかった、ちょっと前に弾いただけの、その隙見逃さず、上里が三塁へ、好走塁、グッズ、ね、ああいう隙を見せないね、足を、自分のね、持ち味を見せた走塁、はね、非常に良かったかなと。逆にタイガース、梅野、4回右中間スリーランホームラン、ナイスバッティング、グッズ。あのね、甲子園の右中間に放り込むっていうのはね、非常に素晴らしいバッティングでしたね。まあ3打数2安打3打点、1ホーマーと、素晴らしい活躍。もうなんかキャッチャーね、タイトル争い、一人独走みたいな感じになってきてるような気がしますね。あと、やっぱり追加点ね、取れずっていうところで、まあこの金曜日の試合一番ね、痛かったのは、1番近本4打数0安打、2番糸井4打数0安打とね、この1、2番が機能しなかったっていうところでね、追加点奪えなかったなというように見えましたね。そして土曜日31日3対7で DeNA、まあ阪神はね、西が
外山と佐野、宮崎、自己ワーストの4本基本塁打っていうね、コントロールが甘く入ったなっていうところね、若干ね、あるんですけど、そこは見逃さずね、打った DeNA 打線、グッツ、ナイスバッティング。しかも、大和と佐野が甲子園初ホームラン、グッツ。やっぱりね、みんながどうか分かんないですけど、やっぱ甲子園でね、プロ入ってホームラン打つのはね、やっぱちょっとね、特別嬉しいですね。だ僕がちなみに甲子園で初ホームラン打ったのは、2006か7か5、まあ、幅広いですけど、能見からね、あのレフトにあのホームラン打ったんですよ。それがね、あの甲子園初ホームランでしたけど、やっぱ甲子園初ホームランはね、嬉しいですね、特別に。そして、この日はなんと、前日4打数0安打で、機能できなかった近本が逆に4打数3安打、前日のね、あのタコを見事に払拭する、でしかも4回、3投、グッツ、ね、隙をついて、ナイス盗塁というところでね、まあ、ここから状態をね、ちょっと上げていってもらいたいなと、思いますね。DeNA、今永、グッピッチング、ね、ゆったりとしたフォームから腕が巻きついてくる形のあのね、もうバランス、投球、力入れ具合、もう全てにおいてグッズ、ね、多分バッターは球速以上にストレートが速く見えたと思うんですよね。まあ、ああやって投げてこられると特にバッター対応しづらい、詰まり気味になるとね。でまあね、打たれてから1回ね、まあ、失点しましたけど、打たれたからっていうのはもう遊び球もなくガンガン投げ込んできたなっていう印象もあるんで、まあ、吹っ切れたかなと、逆にスイッチ入ったかなってね、失点でねっていうところもありますし、7者連続三振含め10奪三振ということでね、まあ、7回中谷にスライダーファール、チェンジアップファールで、最後チェンジアップで、3球勝負でね三振と。5回近本にはね、カーブボール、カーブストライク、カットカット、スイングスイングで、ストライク三振と、ストレート変化球関係なくね、どんどん投げ込んでいったなと、4回ね、2四球から2点取られてね、まあ、ギア入ったんじゃないのかなっていうね形で、今永グッピッチングで、昨日日曜日はね3対1で、阪神が勝ちましたけども、なんといってもタイガースはね足でかき回したんですね。まあ、3回上田、5回梅野、そして6回島田と、足でかき回しながら、しかも6回ね島田が盗塁でかき回した後はね、大山がタイムリーでね点につなげると、しかも馬場初勝利、グッツ、よかったね、おめでとう。しかし1イニング3四球、そこを改めていかないと長続きしないんでね、あの勝ちはしましたけどね、そういうとこは反省するとこは反省して次回登板にね期待したいなと。 DeNA 平、こちらもグッピッチン、グッピッチンでしたけども、ちょっとクイック、あと牽制、あと投球のタイミングちょっと変えていかないと、ちょっと盗塁されすぎっていうかね、三盗はもう9割5分ピッチャーの責任なんで、ちょっとねそこら辺気をつけなきゃいけない。しかもキャッチャーの戸柱もね盗塁して暴投投げたりとか、そこのねちょっと守備面のバタバタ感あったかなと。そういったところはね、あのせっかくいいピッチングしてるんですから、隙を突かれないように、修正していってもらいたいなと。まあ、前回のねカープ戦だったかな、別に盗塁されてるわけじゃないんで、そういったところね、あのタイガースはね足使ってくる選手もいるんで、まあ、次回登板もしくは巨人とかのね戦う時も、しっかりそこの足気をつけてもらいたいなと思いますね。まあ、あと梶谷3安打、梶谷グッバッティング、勢い止まらないですね。まあ、しかしね、後続が続かずというところでね、あの梶谷はヒットで出ましたけども、あのその後の、まあ、クリーンナップね、外佐野、ロペスがね今日はファーストだったというところで、ね、まあ、得点に結びつかなかったのかなというところです。さあ、じゃあ申し込みしておきましょうか。タイガースは巨人、次巨人と、巨人の皆さん、タイガースは足をどんどん使ってきます。三投も思い切ってきますんで、バッテリーの皆さんはタイミング、クイック、牽制しっかりやって見逃さないように気をつけてください。 DeNA は中日皆さん、梶谷がやばいっす。昨日はクリーンナップが打たなかったんで点に結びつきませんでしたけど、クリーンナップも出したら梶谷が大暴れします。梶谷気をつけて。さあ、続いて中日対ヤクルト、31日5対3中日で、8月1日3対1中日、昨日は0対0の引き分けということで、この3連戦は2勝1引き分けで中日が勝ち越したね。でまあ週間でいくと中日は3勝1敗2分け。まあね、でもこの引き分けのところをねしっかり勝ち切っていくと上位にグッと上がっていけるんですけどね。まあでも負け越してないんで悪くないと。でヤクルト2勝3敗1分けとね、若干ちょっとバタバタしたかなというところがあります。さあ、金曜日31日、5対3で中日ということでね、大野が今季初勝利、初完投、グワーッツ、ね、ここまでね、大野の頑張りに応えられなかった打線が、やっと5得点で応えるっていうね、
まあ、5得点で答えれてるのかどうかっていうところはありますけど、まあ、前回までのね、援護点が圧倒的に少ないというところでね、今回はしっかりね、援護できたかなと。まあ、長打も打りながらね、大野もなんとか踏ん張ったかなと。まあ、全体的にね、甘めの球もね、ありましたけど、まあ、投球自体にね、力があったかなと。まっすぐ、スライダー、ツーシームと、まんべんなく投球して、いいピッチングできたんじゃないのかなと。4回ね、村上にホームランを打たれましたけども、まあ、7回、村上に対してね、レフトフライ。で、9回、ライトファールフライとね、その後しっかり力でねじ伏せたっていうね、意地の投球がね、見れたかなと。そしてキャッチャーね、木下。4回、エスコバー。7回、西浦のね、盗塁阻止、アウト。グッスロー。ね、ナイス。まあ、ここでね、しっかり盗塁を刺すことによって、大野をね、助けられたかなというところもありますね。そして、怪我から復帰してきたね、3番高橋が4打数2安打1打点、ビシエドが4打数2安打3打点とね、まあ、大島のね、出塁を見事に得点につなげたっていうところでね、大島出塁からの高橋ビシエド、ガッツ、いい流れだったっすね。で、まあ、ヤクルトね、塩見、3戦連続、名古屋ドームなのに、ライトへホームラン、ガッツ、ね、一発を見せて、こっからはね、打率も上げて、定位置確保してほしいですね。まあ、センターね、山崎。小太郎もいますからね、チーム内争いがね、能力を上げていくんで、そういったところもしっかりね、競い合って頑張ってほしいなと思いますね。そして村上が球団新記録、月間31打点、ナイスゴッツ、ね、91年6月、広沢さんの、29打点を更新する、ね、打点数を上げたと。もうこれはもう、ゴジラ松井秀喜さんになりそうな予感がしてたまらない、もうホームラン持ってね、これからの進化見届けていきたいと思いますね。そして土曜日、3対1で中日ということでね、勝野8回119、4安打6三振、そしてなんと無四球1失点、ガーツ、ナイスピッチングね。まあ6回表ね、村上に高めのストレート、三振ね、力あるまっすぐ投げてましたし、まあ大島がね、初回外のアウトコースを引っ張り込んでね、ライト前、そして8回ね、今度はうちの厳しいところをね、肘を畳んでね、ライトへタイムリーということでね、まあ前日もそうですけども、この大島のね、活躍っていうところもね、やっぱ見逃せない活躍でしたね。そしてアリエル・マルティネスね、捕手ということにね、もう違和感なしというね、まあ勝つのもね、いいリードもしましたし、今後もね、このアリエル・マルティネスね、そして木下とか、中日のね、キャッチャー争いもね、激化する中で成長していってもらいたいなと思いますね。そして高橋周平が3試合連続ヒットということでね、いやー、これレギュラー陣帰ってくるとね、ちょっと強さ保てるんじゃないのかなとね、里崎の目はね、間違ってるのか間違ってないのかっていうところをね、気にしながら見てます。はい。そしてヤクルト、村上4回、2ストライクの後、フォークをね、レフトでタイムリーということでね、引っ張るだけじゃない、長打だけでもないっていうね、あのなんかこう技術、バットコントロールのね、素晴らしさ見たかなとね。そして小川の投球もね、グッと、ね、小川負けはしましたけど、いい投球しましたね。7回3分の1ね、しっかり投げ切ったというところでね、最後まあちょっとね、バタバタしましたけども、まあ初回ね、広岡のサードゴロ悪送球がね、タイムリーエラーになって1失点ね。で、8回小川ね、バンド処理自分でね、お手玉してしまってね、その後大島のタイムリー2失点というところで、ヤクルトはね、このエラーがね、加算で失点してしまったっていうところでね、この試合のもったいなさあるんですね。バッとね。だからこういったところをちゃんとしておけば、ひょっとしたら勝ってたかも分かんないし、負けなかったかもしれない。もしくは引き分けに持ち込めたかもしれないっていうところでね、もったいない敗戦だったかなと。でも小川ね、まあ、エースとして、まあ、前回言いましたけども、こうやってね、7回3分の1しっかり投げ切れたっていうところはね、自信につなげていってもらいたいし、こういうのをね、勝てるようにチームの打線がね、あと守備はね、しっかりして勝ちにつなげていってもらいたいなと思いますね。そして昨日、8月2日、0対0引き分けということで、ドラゴンズ、梅津、グッピッチング、ナイス、ね、10回127球、5安打9奪三振、2四球無失点ということで、まあ、10回をね、1人で投げ抜いて、まあ、高めのね、ストレートの強さはあって、スライダー、フォークのね、低めの安定感もあって、まあ、ヤクルト打線ね、的絞りきれず、高めには振り遅れね、低めの変化球は振らされるっていうところでね、まあ、どっちつかずになって、素晴らしいピッチングだったんじゃないのかなと、これぐらいのポテンシャルあるよ、梅津、ね、頑張ってっていうところでね、本当にいいピッチングでしたね。ドラゴンズはね、もう一番もったいなかったのは、3回裏、1四1三塁ね、1塁ランナー岡林、牽制アウト、ね、バッと、ね。あそこまあね、頭から変えるのか足から変えるのかってね、いろんな問題あるかもわかんないですけど、アウトになっちゃダメ。どっちから変えたとしてもね。しかも足から変えるにしても、悠長にゆっくり変えりすぎ。もっとスピーディーに変えらないと。それができないんだったら、しっかり頭から変えらないといけないなっていうね、チャンスを潰してね、その後まあ大島がね、セカンドゴロで、得点に結びつかずっていうところで、あそこでね、ひょっとしたら1点取れたら勝てたかもしれない。あのね、牽制アウトっていうのはね、バーッと。
逆に山中グッとね、あの素早い牽制ね、ピンチを出したね、素晴らしい牽制だったんじゃないのかなと。まあ今回山中ね、低めの制球がねとにかく良かった。まあカットボールとかね、変化球、ストレートも含めて、あとチェンジアップ、シンカー系も低めしっかり投球していくことでね、あの打球がね上に上がれなかったっていうところでね、あの好投に結びつけられたかなと。で高めのねストレートはね、まあ打ち取ったやつもありましたけど、ちょっと高めに行くとね痛打されてたんで、まあそういったところはね、自分の投球、低めの制球、すごい結果にね結びつけれたんじゃないのかなと思いますね。あのヤクルトは5回、西一三塁ね、あのダブルスチール、惜しい、ナイスアイデア、あのアイデアはね良かったですね。逆にねピッチャーの梅津はね落ち着いてね、セカンドを投げず、セカンドを追われることなくね、ホームをアウトにできたっていうところもね、あそこのダブルスチールはね高津監督いいアイデアだったし、あの回一発だったんで面白い作戦だったなとね、非常に見てて勉強になりますし、面白い展開だったなと思いますね。あとヤクルトはね9回清水ね、フィールディング、あのギリギリのタイミングでセカンドに投げる、あのフィールディングはねグッとね、その後の投球も素晴らしかったですし、安定感抜群、ホールド数も稼いでホールドをなれるんじゃないのかっていうところでね、頑張ってもらいたいですね。さあということで、申し送り事項、中日は次 DeNA と、 DeNA の皆さん、ドラゴンズが上り流のような勢いが出てきましたよ。気をつけてください。高橋周平打ちますよ。ビシエド両方打たすと点につながります。そしてヤクルト、ヤクルトはカープと、カープの皆さん、ヤクルトやっぱり中継ぎ陣は相変わらずいいです。村上打ちます。塩見がたまに出て一発ずつんで気をつけて、そのライバル山崎幸太郎は安定感ありますよ。ちょっとずつ若手のいい選手が育ってきてるんで、勢いに負けないで。はい、さあ続いて巨人対広島、最後のカードです。セリーグね、31日金曜日2対1で巨人、そして1日11対3で巨人、そして昨日は2対9で広島ということでね、この3連戦は2勝1敗で巨人の勝ち越しで、巨人は先週3勝3敗と五分ね、あの久しぶりに結構負けたなっていうね。で広島が2勝3敗1分けどね、負け越しということでね、まあ現状広島は最下位になっちゃってますけどもね。はい、さあ、金曜日の試合、まあ、森下ね、広島5回4安打4三振6四球2失点とね、内容投球自体はねそんなに悪くなかったですけど、まあ6四球というところで、まあ巨人戦初登板というところでね、巨人打線をねちょっと意識してしまったかなと。ちょっと巨人打線の怖さにねちょっと飲み込まれてコースに狙いすぎたことがねフォアボールにつながったかなというところでね、まああの1回投げたということでね、次回の巨人戦にはね、さらに注目したいと思いますね。逆に巨人はね畑、まあ、新ホームになってね、力感ないホームのね、まあ投球がね、まあ素晴らしかったかなと。危険球退場になってしまいましたけど、相澤選手もね大事になることなくね、試合が進められて、まあそこは良かったかなと思いますね。そしてそこからね、あの巧みな系統でね、鍵谷、そして大江、大竹、高梨、そして中川とね細かい系統でね勝ち切りましたね。特に大江ね、プロ初勝利、ガッツおめでとうというところでね、まああの6回表にね、西川にあのスライダー、ピッチャーゴロね、ピラーにインコース、ストレートね、ショートゴロとね、この結果球、ガッツね、最後素晴らしい、投球できたかなと。でこう大竹もね、1回、7回表にね、まあ堂林にね、最後シュート、三振、決め球、ガッツね。で、高梨がね、8回表ね、ピラーに対してインコース、ストレート投げてからのツーシームでアウトコースに逃げて、それをピッチャーゴロ、ガッツね。で、中川がね、9回表、相澤に対して、最後膝元ね、スライダーで三振、決め球、ガッツね、大江、大竹、高梨、長川ね、決め球集をお送りしましたけども、この決め球がね、すべて中継ぎね、素晴らしい、戦いで、まあ、2対1接戦をね、まあ、制したかなと。で、ね、坂本はね、まあ、あとバッティング、ジャイアンツ上向きになってきましたけど、5回表のね、守備、ワンアウト1塁、堂林のね、あの打球、ダイビングでね、センターに抜けるかもというところをね、しっかり防いで、まあ、ダブルプレー取りませんでしたけど、セカンド1つ取ったことによってね、ピンチを拡大しなくても済んだっていうところでね、坂本の守備、グワッツ。ね、そして、土曜日1日ね、田口が7回108球、7安打3三振、2四球2失点、ストレート、カーブ、スライダー、チェンジアップ低めに集めて、まあ、無理にね、インコースを使わないで、アウトコースの出し入れ、緩急の攻め方っていうのでね、カーブ打線を翻弄したかなとね、まあ、外の出し入れ、緩急意識してね、で、まあ、あの意識づけにね、インコース使ったりしながら、そこはね、アウトコース中心でも、しっかりインコースも使うっていうところでね、キャッチャーの岸田、ナイスレイズ、グッツ。ね、この田口、岸田のバッテリーでね、好結果生んだのかなと。まあその中で今ね、堂林にね、1打席目、スライダーカットボールをね、レフトへツーベース打たれてね、あ、まあここから変化したのかなと。
4回表ね、堂林にワンアウト一塁で、外のチェンジアップボール、そして外からのスライダーストライクで、外のチェンジアップボールで、外のチェンジアップで5-4-3ダブルプレーというところでね、まあ1打席のこともありましたけど、まあ堂林がねちょっとインコース意識すぎて若干開き気味だったかなと、そこをね見てしっかりアウトコースのね変化球の出し入れでチェンジアップに取った投球をね、まあ素晴らしかったなと思いますし、まあ6回裏、ピッチャーケムナで打者丸で7球粘って低めの方向を、ね、見逃し、そしてこれ出し、ね、押し出しフォアボールというところでね、丸 の, 落ち着いた、ね、選球眼素晴らしかったですし、岡本がねストレートボールのでスライダーをねレフトへ満塁ホームラン自身初ということでね、岡本グッバッティングね、素晴らしいバッティングだったなと。逆に広島3回裏ねノーアウト一塁で丸がバントするんですけど、ファーストの松山が無警戒だったのか、もうやたらもうバンデーのダッシュが遅すぎて、で慌てて処理してファーストへ悪送球で、結局これが巨人に、ね、勝ち越しのタイムリーエラーで、もうな、まあ、後ねこの回3失点というところでね、まあ、ゲームのキーポイントだったんじゃないのかなと。まあ、今季ね、まあ、丸、坂本、ウィーラーもそうですけど、主軸に送りバントっていうのはもう奇策ね、もう何でもなくて、ジャイアンツにとったらもう常套手段になってきてるわけですよね。で、あの場面も見れて、こうひょっとしたらバントあるなと思ったらバントだったっていうところを考えると、やっぱりこのカープの守備陣がもうちょっとこのバンドをケアする守備陣形を取っていかなきゃいけない、もしくは対応しなきゃいけなかったんじゃないのかなと。ちょっと油断がね、もしくは無警戒すぎたことによってのバントの処理をめぐるね、このところが、まあ、マイナスにいったかなと、バーンとというところでね、まあここはもうゲームのねキーポイントになったんじゃないのかなと。結局ね11対3でジャイアンツが勝ちというところですよね。そして昨日2対9で広島が勝ちということで、広島遠藤9回118球5安打5三振、2失点もう完投勝利ということでね、まっすぐカーブチェンジアップスライダー巧みに使い分けてね、ゴッペチェンナイスナイス完投、そして、3回表ね1・2・3塁バッティングでもなグッツナイスタイムリーね、あの場面ねテレビで見てて、あれめっちゃいいタイミングで振ってんな、これピッチャーだよなと思いながら、これ打ちそうだなと思ったらセンター前に打ったっていうね、野手顔向けの、いい、バットコントロール、腰の回転、素晴らしいバッティングだったんじゃないのかなと思いますね。しかもキャッチャーね坂倉もその遠藤ね好リードとともに、4打数2安打3打点攻守にグッツね、いい、まあ、最近ね磯村出たりとか相澤もいますしね、キャッチャー争い激化している中ね、いい働きだったんじゃないのかな坂倉グね。逆に巨人ね、2回表無視一塁ね、遠藤がバントして桜井がサードに投げるんですけど、あれ、ね、岡本が前に出てきてにもかかわらず、キャッチャーのね大城がねこうグラミットでこうやってやってたんで、多分大城がサードって言ったと思うんだよね。で桜井がサード投げようとしたら岡本が入ってなかったから、ゆっくり投げてなんか中途半端なフィルダーチョイスになったんですけど、あれはね桜井のミスっていうよりね、完全ね大城の指示ミスね、ああいったところは状況判断見ながらしっかり指示してもらいたかったなと思いますね。まあ映像図をねそういう風な撮影で、ね、解釈しますね。そして、ここまでね開幕してから原監督のね策っていうのはね本当に当たってね当たりまくってたっていうところはありますけど、なんと1番パーラーにしてね、どういう展開になるのかって打順になったところで4打数0安打というところでね、まあ不発というところでね、この作戦うまくいかなかったかなっていう試合展開で、結局は遠藤のね好投で9対2で広島の勝ち。遠藤ナイスピッチング。さあということでセ・リーグおしまいですね。帽子送り事項、巨人は次阪神と、タイガースの皆さん、ジャイアンツは打者が誰であろうといろんな作戦が繰り広げられます。油断しないで気をつけて、続いて広島、カープはヤクルト、ヤクルトの皆さん、広島は今最下位ですけども、里崎の見た目でいうと登ってきそうな気がします。こいのぼりならないように気をつけて、はい。さあ続いてパ・リーグということで、日本ハムオリックス戦、日本ハムオリックス戦は、日曜日がですねコンサドーレ札幌が札幌ドームを使うっていうことで試合がね、できなかったというところでね2戦ということで、31日金曜日2対7でオリックス、そして1日、土曜日は3対1で日本ハムということで、ね、まあ、1勝1敗、7月31日、まあ、オリックス斉藤幸喜選手プロ初勝利6年目、しかも地元札幌で初勝利ガッツね、おめでとうございます。しかもキャッチャーのね若月が3打数2安打1打点以上、まあ右中間にしっかり打ってね、攻守にわたってね貢献したというところでね、まあ7回集中打でね一気に試合を決めましたけど、まあロドリゲスね抹消でモヤがね4打数2安打1打点ガッツね、
この代わりに上がってきたモヤがね、しっかりとした活躍をするというところでね、まあ外国人ね、ロドリゲスが抹消になってもね、この打線の厚みっていうのをね、マイナスに持っていかなくてもよかったかなっていうのね、感じですよね。そしてですね、まあ6回、西、1、3塁、3塁ランナー吉田、1塁ランナーモヤで、ダブルスチールをかけて、キャッチャー宇佐美が、偽投して、引っかかって吉田が飛び出してアウトというところでね、まあここダブルスチール完行するんですけど、さすがに、先週の楽天戦でも2回してるんですから相手もバカじゃないっていうね、あのしかもファーストランナーもやでサードランナー吉田だったらこれな走ったらなんかあるぞっていうのはね 100% わかるね。でそうなった時に、まあ、宇佐美がねしっかりそこを偽投して引っかかっちゃうっていうところでね、さすがにこの作戦はやりすぎね、あのさすがにバレちゃう、あのダブルスチールはそもそもあの奇策なんで頻繁にやると相手も警戒してきますね。っていうところを見ててあのちょっと笑みが出ました、はい、あとね中継ぎオリックスね、まあヒットは許せますけどヒギンスねディクソンというところでね、あのここねグワッとね、終盤しっかりね試合をまとめれたかなというところはありますね。日本ハム有原どうした、いいピッチングしてたのにどうしたね、まあ不運も重なりね、まあコースヒットだったりとかエラーとかで、まあ、7回ね一気に5失点というところでねちょっと不運もあったかなと、ああいうところで乗り切れなかったかなという、ね、いうところもありましたね。どうしたっていうね、そして杉谷がこの日は4打数0安打というところでね、やっぱ杉谷が出ないとね打線に厚みね回っていかないのかなと、もう杉谷の花火大会は終わったかね、杉谷頑張れ、タカチャンネルズが盛り上がらないぞ、まあ杉谷が頑張れなくてもねタカチャンネルズは盛り上がってるんですけどね、はい、1日3対1で、ね、日本ハムというところでね、まあオリックスは田島が6回114球5安打4三振2失点防御率 2.62 と素晴らしいピッチングなのにまだ1勝、去年の山本を見てるかのような好投してても勝ちがつかないっていうねところの悲運にねこの見回されてるんじゃないのかなというところでね、まあ、この援護点を調べてみますとですね、7試合で18点しか取ってくれてないんですよね、まあ、1試合平均 2.57 点しか取ってくれてないんで防御率が 2.62 点なんでそれは勝てないっていうね。でしかも、まあ、田島が投げてる間変わってからの得点じゃなくて投げてる間の、 あの援護点で考えると7試合で11点しか取ってくれてないんで、なんと援護点 1.57 点、防御率より1点も少ないっていうところでね勝ちがついてない、やっぱこのね田島の好投にオリックス打線をね、まあ、なんとか応えてやって勝ちをつなげていくことでね A クライシスも含めてね上位進出になってくるんで、まあ、山本田島いいピッチングした時にはね打線の援護もね忘れずにっていうところですよね。まあ、あと日本ハムはねバーヘーゲン7月23日続いてねグッピッチングね、前回も良かったですけど今回も素晴らしい投球、しかもねフォアボールも一つでね、まあ、安定感もありましたし理想的なピッチングはねできたんじゃないのかなと思いますね。そして中田がね8回ホームラン、今年はね欲しいところでしっかり結果を出すというところでね中田グッパッティングね、あの一発ね非常に大きかったかなと。あと1番松本2番高浜、松本は4打数2安打、高浜は3打数1安打、このね新しい力が伸びてくればね日本ハムも上位に行けるんで、この2人の活躍グッズ、こういったところもね、まあ、続けて、行ってもらいたいなと思います。さあこれで2連戦が終わったということでね、まあ、日本ハムは1週間でいうと4勝1敗ということでね、しっかり勝ち越して、素晴らしい1週間だったなと。でオリックスは逆に1勝4敗というところで、ちょっとまたねちょっと山あり谷ありがちょっと大きいですね。さあ続いてですね、申し送り事項、じゃあ日本ハムは次西武とか、西武の皆さん杉谷が若干眠りそうになってます、ここで起こさないように杉谷が出れば危ないぞ、勝負どころの中田に気をつけろ、一発で全部持ってかれるぞ。次オリックス、オリックスはロッテ、ロッテの皆さんオリックスは山あり谷ありできてて谷に行ったんで次上がってくる可能性があります。前回6立てで、勝ちましたけど京セラではやられないように気をつけて。さあ続いてソフトバンク西武、31日5対4でソフトバンク、8月1日4対0でソフトバンクということで、まあ、あの昨日はね長谷川選手の、まあ、あの新型コロナ陽性に対する、ね、処置で試合が中止になりましたけども、この2連戦2勝0敗でソフトバンクが勝ち越し、まあ、1週間でいうとソフトバンクは4勝1敗で勝ち越して西武は1勝4敗で負け越すっていうね、ちょっとこう大差ついたかなというところで、まあ、あの金曜日の試合ね、
ニール神話が終わるということでね、ニールが投げれば負けないっていうね神話が今年続いてましたけど、まあニールもね結局は13連勝で終わるということでね、22試合ぶりの黒星がついてしまいましたけど、まあ勝負どころでね、逆球が多くて、まあコントロール乱して、まあ打たれちゃったかなっていうところはあります。まあ3回裏ね、今宮に対してインコースになったのが真ん中入ってエンターオーバースリーベース、2連タイムリー、一死一塁からね2点タイムリーになりましたし、そして、その後中村がね一死一三塁から、アウトコースになったのがインコース入ってねライトへのタイムリー、そして栗林にはね、ワンアウト一三塁で、外狙ったのが真ん中低めに入ってレフトへのタイムリーというところでね、全てがね勝負どころで逆球そして甘みに入ったところ、まあソフトバンク打線が見逃さずそこを一気にね、ついたっていうところもありました。まあでも打線にはね中村、山川、スパンジェンバーグがねあのホームラン打ってグッパッチン、打線の活性化がね上がってきたところだったんでね、ニールはねそれとともに6回裏ね明石にね勝負どころで外のツーシームがねインコースに入ってこれがホームランっていうところでね、まあそこでね決定的にねなったかなっていうところで、まあ全体的にね、まあ、勝負どころで甘めに入っちゃったと、あとはねちょっとボールがねあの逆球に行ったことによって持ち前のね動くボールっていうのがね動かしきれなかったっていうところがね、まあ結局5対4というね試合結果につながったのかなっていうところは、あります。そしてなんといっても柳田が日本タイ記録の32得点おめでとうガッツね。まああの得点っていうのはね後続のバッターが打たなきゃいけないんで、まあ中村晃だったりとか後ろのバッターがねしっかり柳田を返したっていうところでね、まあ栗原とかもそうですし、まあそういう得点にね結びついた。でもね本人が出塁しないとやっぱり得点には結びつかない、そしてホームランを打って自分で得点を重ねるっていうところでね本当に32得点、まあ平均で言えばね主力24試合まあやってるわけですから24試合中32得点もうほぼ2試合に3回ぐらいは得点してる計算になるのかな。それぐらいの爆発力、さすがにねソフトバンクは今ね首位に上がってきてることだけはあるかなっていうところもありますね。そして1日4対0でソフトバンクというところでね、まあこの日は市川が初完封初完投グワッツね13奪三振ということで2013年育成ドラフト1位で入って、もうこの素晴らしい活躍ね、まっすぐパワーカーブスライダーフォーク、もうテンポ感も良かったですし、もう言うことなし、もう石川が全部持っていったっていうところでね本当に素晴らしい投球だったなと思います。そしてなんと栗原がね初回スリーランホームラン打ってこれでチームトップの29打点というところでね、あの打点をチームこういったところもね、まあ、柳田が出て栗原が返すっていうところがねまあつながってるのかなっていうところもありますし、まあ、栗原ね最初1番打ったり今ね5番打ったりしてますけど、そういったところでね、まあ、5番打つことによって打点が上がってきたのかなっていうところもあります。まあ西武、もう西武に言えることはこの一言、こんな日もあるさ。あのこういうあの相手がいいピッチングしたらねなかなかいいところも出せないんで、そういったところはね、まあ、仕方ないかなって、こういう負けはね、まあ、あるかなっていうところもあって2勝0敗というところでね、まあこんな感じになりました。ということで申し送り事項、ソフトバンク、次楽天、楽天の皆さん、ソフトバンクの勢いが止まらない、ピッチャーも長すぎも打線もやばすぎます、言えることはこれだけです、とにかく調子がいいんです、あとは自分たちで頑張ってください。どうにかなってんのかどうか試合見ながら確認してみます。西武日本ハムと日本ハムの皆さん、ライオンがタカにやられちゃってます、今瀕死の状態なんで、このまま瀕死の状態にしておくことが大事です。初戦にとにかく勝って勢いつけましょう、はい、さあ最後にロッテ対楽天、4月31日5対4でロッテ、そして8月1日0対8で、楽天、そして昨日は7対6でロッテということでね、この週末は2勝1敗で、ロッテの勝ち、全体的には3勝3敗でね五分五分だったというところでね、まあ、金曜日31日の試合ロッテがね5対4で勝ったということでね、まあ、石川今季初勝利おめでとう。ヒーローインタビューではクソつまんない、ヒーローインタビューしてましたけど、もうちょっと喋っていいんですよ、はい、6回、8安打1三振2四球2失点というところで、ストレートはね走らない、まあ、シンカーはすっぽ抜けるというところでね、まあ、内容はね本人も語ってましたけど、いいものではなかったかなというところはありますけど、まあ、その中でもね粘り粘ったというところでね、まあ、よく頑張ったかなと。あとキャッチャーがね田村ナイスリードということでね、まあ、カットボールカーブ、そしてツーシームでねなんとかストレートシンカーがねうまく回らないところを組み立てたというところでね粘り強い、投球そして配球がね田村はできたんじゃないのかなと思います。あとはまあ安田がね則本から、まあ、2年前はね則本に3三振してたんですけど、まあ、その金曜日の試合ではね1打席目ストレートをセンター前、そして2打席目カットボールをライト線ツーベース、そして3打席目はカーブを
センターね、ツーベースということで、安田グワッツね、見事に全球種っていうかね、まあ、まんべんなくね、違う球種をしっかりタイミング外されながらも、そこを対応できたっていうところはね、まあ、成長の証が出てるんじゃないのかなと思います。そして田村もね、4打数2安打3打点、まあ、出番が減ってね、必死さ、かなり見られますけど、その中で、まあ、チームのね、期待に応えれた、ね、本人の頑張りもね、報えたということで、まあ、今、かける間とね、また争ってますけども、こういう争いにね、しっかり勝って結果を残していけば、さらなる成長できるんで、まあ、本人にとってはね、壁を乗り越えて成長できるチャンスでもあるわけですから、この今の壁をねしっかり、乗り越えていってもらいたいなと思いますね。まあ、その中でもねしっかり結果を残したというところでね、金曜日の試合良かったんじゃないのかなと思いますね。石川と田村が2人で上がったヒーローインタビュー、どっちもなんかあんまり喋らないで嬉しいのに嬉しさを出さないところが見ててつまんなかったなと思いましたね。はい、そしてあの6回裏のね、岡とマーティンのちょっと走塁をね解説しようかなというところはありますけど、岡がねノーアウト1、2塁で、岡がセカンドランナー、マーティンがねサードランナーというところで、安田がね打つんですけど、まず一番の鉄則はノーアウトのランナー2塁っていうのはまずタッチアップが大前提、ワンアウト2塁っていうのはハーフウェイが大前提っていう、まずこの基本があるんですよね。だから、まあ、ノーアウト1、2塁ということで、まあ、飛球が、まあ宇宙間に上がったっていうところでね、岡は最初のハーフウェイ気味ぐらい取ってて、で、まあ、後方にフライ上がると、そこから取られても、ハーフウェイ気味ぐらい上がってて、ベースに帰ってからタッチアップっていうのができるんで、ハーフウェイ気味ぐらいにいて、で、取るかもしれないって言って、慌てて帰ってきたけど、抜けて、そこから走って、で、マーティンがついていって、押し出される感じで、ホームでタッチアウトになっちゃったんですけど、まあ、あれは何が悪いかっていうと、まあ、まず一つは、その岡の判断ミス。これが、まあ、あったのは、まあ、間違いないですよね。でも、ノーアウト1、2塁、まあ、判断ミスがあってても、そこは細心の注意を払って、万が一のことがあってはいけない。万が一、走って、あれを取ってて、守備側が。取れて、結局、タッチアップもできないで、ワンアウト1、2塁になるのは最低。もう最悪の状態ですね。だから、その最悪の状態を、ね、なんないように、ひょっとしたら取られるかもって言って、セカンドベースに変わろうとしたところで、で抜けて走り出す。でもマーティンはもうセカンドベース付近まで来てから、まあ、ハーフウェイ状態にいるっていうところで、まあ、押し出される感じになったんですけど、まあ、もちろん岡の打球判断が悪いのはもちろんなんですけど、じゃあそれを見てんだったらマーティンは止まらなきゃいけない。あそこセカンドで岡がミスしてるっていうのが分かれば、あそこついていくっていうことは、あの状況で岡がホームまで行けるっていう大前提がないとついていっちゃダメですね。もしくはマーティン自身もホームまで行けるっていう大前提がないとついていっていけないところにホームで楽勝にアウトになる。そのタイミングをしっかり確認できなかった一番はマーティンの責任。あそこはマーティンがセカンドで止まってて、岡が止まったら、まあ、ノーアウト満塁なわけですから、まあ、そこからチャンスも拡大できる。まあ、最悪の事態も避けられるっていうところで、まあ、岡のミス、マーティンのミス、ダブルミスがあった時に、そのダブルミスを防ぐ形でマーティンが止まってれば、もうああいうことは起きなかったんですから、まあ、岡のミスはありますけど、あの状況にさしたのはマーティンのミスであるというのがね、佐々木の解説であります。はい、まあ、その後ね、まあ、後続がつながって、なんとかね、4点取れて、まあ、逆転っていうかね、まあ、勝ち越せたっていうところはね、まあ、結果的にはね、まあ、良かったんじゃないのかなと。まあ、楽天はね、言ったら、まあ、初回ね、一塁ランナー、茂木、そして三塁ランナー、小深田、で、一死で、一死一三塁で、打者、浅村っていうところでね、こう、ダブルスチールをするんですけども、まあ、小深田がね、まあ、もしこれ、ダブルスチールをするのが悪いっていうわけじゃないんですけど、一死一三塁の初回で、そんな慌ててダブルスチール行ったかなと。しかも打者が浅村なんだから、そこを黙っててもよかったんじゃないのっていうところはありますけど、で、まあ仮にダブルスチールしましたってなったら、その小深田はピッチャーの頭を越えてからスタートしたんですよね。もしやるならば、キャッチャー投げた瞬間にスタートしなきゃいけないっていう、まあその作戦みたいなもんと思うところありますけど、もうやるんだったらもっと完璧にダブルスチールやらなきゃいけなかったかなっていうね、小深田の判断ミスっていうところもね、このチャンスを、まあ、潰したかなっていうところはありますね。そして、まあ、先発の則本はね、丁寧な投球で、まあ、前回よりもね、しっかり左足に体重乗った、いいフォームで投げてたなっていうところはありますけども、
絶好調な感じではなかったですね。あと顔が絶対的な感じで投げてはなかったですよね。まあ、いつも状態がいい時だともう打てるもんだろ打ってみろみたいな感じでね、甘めだろうがどんどん投げていく、その気迫ね、みなぎるスタイルだったんですけど、まあ、そこまではちょっとまあ見えなかった。そして6回ね、まあ、なんて言っても顔がね不安そうだなっていうところでね、やっぱり絶対的な存在感っていうのはね今消えてるのかなっていうところはありますけども、まあ、前回もそうでしたけどちょっと交代が遅かったかなとね。中村のヒットの後6回ね交代してもよかったかなと思いますけども、それ続けるんだったら、まあ、レアードのフォアボールではもう最悪変えた方がよかったかなと。であの後ね、まあ、あの田村になってもうボール先行してもう投げる球なくなってもう力勝負でストレート、でもそこまで力があるわけじゃなくて、ね、田村に最後ね仕留められたかなっていうところもあるんで、まあ、もうちょっと早めに変えてあげてもねよかったかな。まあここら辺はね結果論になるんで、投手交代のね、まあ、難しさっていうのもねあるかもわかんないですけど、見解としては、まあ、結果論から見た時では、まあ、中村後ヒット少なくてもレアードの後では交代した方が良かったんじゃないのかなと思いますね。そしてまあ内田がね4号ホームラン、ね、カットボールをね打ったあの一発はね素晴らしかったなっていうところもありますし、まあ、勝ちには繋がんなかったですけどね、まあ、内田のねいいバッティング見れたかなっていうところはありますね。そして1日ね0対8で楽天というところで、まあ、この、まあ、楽天で言えばね、まあ、内田がね初回カットボールね甘めに入ったところをセンター満塁ホームラン2試合連発内田グワッツね、ナイスホームランというところでね、しかも鈴木大地も4打数3安打2打点ロッテキラーグッツねというところで、まあ素晴らしい、バッティングが続いたなというところでですね、塩見のね楽天投球でいうとですね、まあ分布でいうと、まあ、7回108球3安打3三振4四球無失点というところでね、まあ素晴らしいピッチングだったなと。で投球分布でいうと、まあ、ストレートがね 35%、そしてスライダーが 18% でカーブ 18%、そしてフォークが 16% でツーシームが 13% と、まあ、ほぼ偏りなく全ての球種をまんべんなく投げてるんですよね。まあ、でもこの前の上茶谷のねDeNA 戦の時にも言いましたけど、やっぱストレートがね 35%、まあ、大体3分の1ぐらいのストレートは最低投げたいっていうところでね、まあ、そこのパーセンテージにも収まってるっていうところ。でもう一つは、まあ、球種をね続けなかったっていうね、まあ、複数の球種を続けて何球も投げるっていう機会がそんなになかったんですよね。そういったところによって相手に的を絞らせない、しかもその、変えた球種もしっかり投げ切ることによって相手がより対応できなくなった、ボール先行してピンチになる機会も少なかったっていうところで、こういった、まあ、好投がね結びついたんじゃないのかなっていうね、塩野ピッチンググワッツね。ロッテで言えばね、まあ、2回井上がね、まあ、センターフライを辰巳が落球するんですけど、あれをね二塁へ走塁行ったね井上の走塁グワッツね、ああいう隙のないね走塁っていうのはね非常に大事だなと思いますね。そして種市ね、クオリティスタートをここまでパリーグで唯一って、だって、まあ、この試合でねもう勝ちを期待された中でですね、まあ、勝負どころでね球甘くなって、まあ、全体的にねよく踏ん張りましたけどね、まあ、全体的によく踏ん張ったけども勝負どころで甘くなったかなと。まあ、そしてね打線で言えばねレアードがね今ものままならねきついっていうねところは、土曜日の試合見て思いましたしね、あとはまあ浅村へのね配球がね最後ね簡単だったかなというね、まあ、1打席目スライダーレフトフライ、2打席目スライダーショートフライで3打席目スライダーキャッチャーファールフライで4打席目ねこれカットボールをねセンタータイムリーね、3打点打たれるんですけども、この前の打席のスライダーもこれ打ち取ったわけじゃなくて打ち損じてるっていうねだけっていうところをね、でまあ打ち取ってるんでこう続けたっていうところがねちょっと簡単だったかなと、もうちょっとインコースとか散らしてもよかったかなっていうようなね配球にねまあ見えました。まああとですね、まあ、ロッテ打線でいうとちょっとデータ調べたんですけど、この対左っていうところに無類の弱さを出すっていうね、まあ対左で言えばねこの日の打順福田がね、まあ、3打数0安打っていうところで打率1割で、2番岡はこの日1打数0安打で打率0割ね、でマーティンが2割3分5厘で安田2割2分7厘で井上が3割4分8厘と左にはしっかり打ってるで、次中村が2割9分2厘こちらもね左にもしっかり打ってる、でそしてレアードが2割1分4厘柿沼が0割0分0厘藤岡1割5分4厘ということで、ちょっと左ピッチャーに無類の弱さがある打線っていうところもねこの打順含めて、変えていく必要が今後あるのかなっていうところで、ね、でまあ途中から出場した角中はね左に対して2割6分7厘とね、しっかり対左としても結果を残してる、そして途中で出た菅野はね左に対して0割0分0厘というところで、まあ、ちょっと左に対するねこう対応っていうのがねちょっとロッテ打線悪いのかなっていうところをねレーターで見た時にね、まあ、伝わってくるなっていう印象がありますね。そして昨日の試合最後ねなんとロッテが、
追いつき逆転したっていうね、試合になりましたけども、楽天で言えばね、先発福井ね、まあ、めちゃくちゃいいかなっていうとね、めちゃくちゃいいわけじゃなかったですけども、まあ、真っすぐカーブスライダーフォークを丁寧に投げてたなと、慎重な投球してたなっていうところはね、見ててまあ伺いましたけど、やっぱりね中継ぎが耐えられずっていうところで、福井がね、まあ、頑張りましたけど、まあ、その後ね中継ぎが失点しまってね、勝ちゲームを勝ちきれなかったっていうところで、まあ、初戦の12対13を、まあ、見てるかのようなね、楽天としては同じような展開のね、試合結果になったなと、ロッテとしましてはね、最初はねちょっとミスが多く失点につながったんですけども、まあ、3回裏ねレアードがレフト前ヒットを打って、そして柿沼がねバンドというところで、3回なのにね楽天の守備陣は、まあ、チャージをかけてきたわけですよね。でチャージをかけてきて、1、3塁がねチャージかけて出てきたところに、まあ、柿沼はねノックでもするようにファーストの前に手で転がすと同じぐらいの超簡単なバンドをね、ファーストを内田に取らせるようにバンドをして、そしてそこからセカンド投げられて、まあ、ダブルプレーという形になりましたけど、まあ、初球だったんだから、あそこは1回引いてもよかったし、そんな慌ててバンドする必要もなかったというところでね、まあ、もうちょっとここら辺はね経験がいるのかなというところがあって、対応はねバンと、ね、逆に内田グッと、ね、ナイス守備だったかなと。であと4回表ね、西1、3塁で、まあ、ワイルドピッチになるんですけども、そこからね柿沼が拾いに行って、まあ、3塁ランナーはねストップしたんでまだ良かったですけど、そこからねピッチャー中村に対して、柿沼がね慌てて投げて悪送球で、それが転がってる間に、まあ、茂木がねホームに突進してくるんですけど、まあ、クロスプレーでねリクエストになりましたけどセーフっていうところでね、でその後にロメロがねツーランホームランっていうところでね、ああいったバタバタしないでね、もうちょっと冷静なね対応を柿沼に、まあね、攻守にわたって求められるかなっていうね、ところでしたね。まあ先発のね中村は、まあ、ストレートも切れあってマックス144キロとね、そんな球速自体はめちゃくちゃ速いわけじゃないですけども、まあ、ストレートもキレありましたし、まあ、ロメロにね一発は打たれましたけど、結構いいピッチングはね、まあ、2回連続できたんじゃないのかなっていうところで、まあ、今後の成長をね、まあ、期待しない、ピッチング内容だったかなと思いますね。あとはもう角田がガッツグッグッグッツね、ホームランも含めた2打数2安打2打点1ホームランというところでね、こうロッテの窮地を救ったとね、ちょっと出足だいぶ悪かったですけど、ここに来てね浮上するきっかけになってくれればいいと思いますし、まあ、角中としてはねやっぱりしっかり頑張ってね、まあ、さらにまだね落ちぶれるのは早いんで、昨日の活躍素晴らしかったかなと思います。あとマーティンが4打数3安打1打点1ホーマーと楽天キラーね、このマーティンの活躍っていうところもね素晴らしかった、まあ、終盤ね逆転できてねこの3勝3敗に持ち込めたっていうところはね、まあ、ロッテがね、戦線から離脱することなく、素晴らしい粘り強さがね出たんじゃないのかなと。逆に楽天はねこのロッテ戦、もしうまくいけばね5勝1敗で乗り切れてたんじゃないのかなと、まあ、初戦のね12対13もありましたし、まあ、今回のね逆転負けっていうところもありましたから、ちょっと中継ぎ陣がね不安な要素をちょっと露出してるなと、まあ、だからそういったところもあってね、この7月31日の則本をね、まあ、長く引っ張らざるを得なかったかなっていうねチーム事情もね考えられるような、まあ、1週間ね戦いぶりに見えました。さあということで、もう食事事項いきましょう。ロッテは次オリックス、オリックスの皆さん、角中がなって馬になりました。いやこれはね将棋が分かる人しか分かんないかも分かんないですけど、斜めだけじゃなくて前後左右動けます。カゴ中に気をつけて馬になってます。あ、これ将棋分からない人はちょっと将棋見てください、はい、楽天はソフトバンク、ソフトバンクの皆さん、楽天は中継ぎ陣がやばいので後半も油断なくいけば逆転可能です。しかし打線は状態いいので、投手陣皆さん、ロメロ、浅村、鈴木大地、気をつけて。さあ全チーム終わりました。今日も1時間みっちり喋りましたね。一人プロ野球ニュース、続いて新コーナーピックアップ2軍ファーム情報というところで、今日からですねピックアップ2軍ファーム情報プチっていうところで、里崎が気になったファーム情報をお伝えするというコーナーですけれども、さすがにここは映像まで見切れないんで、いろんなニュース資料材料をもとにですね語っていきたいと思いますけれども、今日は気になった数選手でいきましょう。復帰間近、この選手に注目というところで、オリックスはですね最初ね2週目ロッテ戦で、まあ、脇腹痛で離脱してしまった山岡投手がですね昨日ですね
昨日の試合、ファームでですね、3回3分の2投げてですね、まあ3失点はありましたけども、まあ、投げれるようになってきているというところでね、もうすぐ復帰するんじゃないのかなと、まあ、オリックスがね、まあ、上昇するためには、やっぱ山中投手っていうね、先発の1枚が非常に大事になってくるんで、まあ、無理をしてはいけませんけどね、こうやってまあ2軍で投げ始めれたっていうところでね、復帰間近、まあね、オリックスファンの人も期待っていうところでしょうかね。そしてですね、続いて、ロッテ、二木、昨日2軍で投げましたけども、4回投げて19打者に6安打5自責点、バッバッバッ、ね、18番返せって言われるぞっていうね、ところですけども、自分ではね、岩下、小島っていうところが頑張ってる。そしてね、ちょっと種市がね、肘の故障で登録抹消というところでね、昨日の試合で言えば、ひょっとしたらね、この試合投げて、もう次回はね、二木が1軍で、投げるんじゃないかなっていうね、投げるかもしれないっていう順番的にね、いけばそうなるんで、そういったところでね、まあ、この2軍の成績が幻になるようにね、1軍でもし投げることがあればね、しっかりしたピッチングをね、期待したいなっていうところもあります。そしてですね、西武、金子選手が試合に出場してですね、まあ、土曜日の試合もですね、4打数1安打、そして、日曜日の試合も3打数2安打とですね、打撃でも、まあ、元気な姿を見せてますし、センターのポジションもしっかり守れてるんで、ちょっと早期ね、1軍帰ってくるんじゃないのかなって、ひょっとしたら火曜日ぐらいからね、帰ってくる可能性もありますし、そういった面ではね、選手層のアップ、そして足が使える野球っていうところがね、できるんで、西武のね、三足打線しっかり回りきれる怖さあるんじゃないのかなっていうところがありますね。ということで、今回はですね、ファーム情報、この3選手に絞って、1軍復帰間近っていうところですね、次回以降もですね、まあ、1軍の試合は、まあ、全試合見ますけども、2軍の試合もね、注目できるところがあったり、見れる機会があったり見ながらですね、ファーム情報、今度は息のいい選手、ピックアップしてお届けしたいと思います。ということで、2軍のファーム情報でした。さあ、最後に、先週のベストライン、発表したいと思います。パ・リーグから、ピッチャー、ソフトバンク、石川、もう完璧、キャッチャー、宇佐美、攻守で頑張った、ファースト、中田翔、欲しい時に一発、セカンド、渡辺、勝利に貢献打法、サード、鈴木大地、もうロッテはカモ、ショート、茂木、対抗馬なし、レフト、中村晃、西野安打製造機、センター、柳田、This is God、 ライト、栗原、チーム打点王、 DH、 日本ハム近藤、北野安打製造機。そして今回特別賞あります。特別賞はソフトバンク、モイネロ、ザ安定感、楽天、ロメロ、ワシワシバン、はい、さあ続いてセリーグ、ピッチャーはヤクルト、高橋奎二、救世主になれ、キャッチャー、梅野、星タイトル、もう総なめか、ファースト、松山、アンパンチ、セカンド、ヤクルト、宮本、プロ初ホームランおめでとう、サード、 DeNA、 宮崎、広角打法、ショート、ジャイアンツ、坂本、キャプテン頑張れ、レフト、阪神、サンズ、梅雨明けでサンズ、攻守に活躍、センター、 DeNA、 梶谷、核弾頭、ライト、広島、鈴木誠也、ザ4番、こちらも特別賞あります。中日、梅津、もっともっと伸びろ、広島、遠藤、もっともっと伸びろ、この若手の投手陣にエールを込めて、もっともっと伸びろね、一言コメントお送りしました。ということで、来週もです、来週というか今週か、まあ、どういう戦いになるか分かりませんけども、まあ、8月に入ってね、夏休み終わって、まあ、お客さんね、まあ、5000人以上入れませんけどもですね、まあ、楽しみながら、また1週間野球見ていきたいと思います。ということで、月曜日楽しんでもらえたでしょうか。佐々木がお送りしました。一人プロ野球ニュースでした。